こんにちは。星の魔法を使うまじみのライブチューバー v ガーの神千くわです。日本の職人の技は世界でも評判が高いですよね。葬儀の装飾に使われている聖火祭壇も日本の職人が考え出した技術だって知っておりました。ですか？今ではアジアの国々も聖火祭壇の文化が広まってきています。この日本の技術が。 世界に広がってほしいなと思っておりますですよ私も本当に太田さんに出会ってなかったら聖火祭壇っていうものがあるっていうのを本当に知らなかったと思うんですだから普通にお花屋さんにあるお花ぐらいしかこうわかんなかったと思うんですねだから太田さんとこうやってあえて聖火祭壇を知れたっていうのは本当にね嬉しいことだなって思います 皆さんもぜひセーブ祭壇をしていきましょう私は日本の技術を応援しておりますですよ日本は美しいジャパニーズビューティーブーはいオープニング終わりました皆さんこんばんは、えー、旅する花屋フロリッシンコと太田新平ですはい今日の 第、えー、なんですけど、まあ、前回に、ね、引き続きなんですけど花屋の会結成するかどうかっていう、ねえー、話をしていきたいと思っていますはいそれでき、まあ、今日はオッサンドバンブの、ね、仲間の花屋さんにも出演してもらってますじゃあ自己紹介から田中さんからいきますかはーいじゃあよろしいですかよろしいですか <laughs> <laughs> よろしいよよろしいよ <laughs> はい田中と申します 宮城県仙台市在住でございます。特に、あと、言うことはないかなと思います <laughs> あ、まあ。みんな田中さんのことは分かってっからね。分かってもらえてると嬉しいなと思います。<laughs> よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい,いす菅原さんいきますか。はい。えー、宮城県で、えー、一人で、一人で、まあ,あの、花屋をやっております。えー、花屋菅原の菅原と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。 そしたら、青色さんでいいかなはい、大丈夫です。青色さん、お願いします。はい、えっ、ー、と、大阪で業界歴あ、大阪に引っ越してきて、羽屋に勤めております。今日は元気がちょっとだけありません。<laughs> 元気い <laughs> ちょっとだけ元気がありません。忙しかった。<laughs> そうですね。あ、まあ、そうだよね。はい はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で早速ねチャットの方が結構来てますんで読ませていただきます。みのみのさんありがとうございます。こんばんは来てくれてありがとう。あとマイコウゴ山さんありがとう来てくれて。あ、ゆりにさんのね<ー>ゆりにさんありがとう来てくれて。<laughs> あ皆さんね挨拶もしてくれてます。田中さんこんばんはーって言うと。あこまちゃんもいる。小松ちゃん<ー>小松ちゃんありがとう来てくれて。 はい、こまちゃんも来てくれてますね。ありがとうございます。まー音声大丈夫かな？皆さんもしなかったらあの遠慮なく言ってください。よろしくお願いします。まあ、はい、また今日もラジオトークの方がたくさん来てくれてます。本当ありがとう。<laughs> みんなありがとう。<laughs> あ、菅原さん、青色さんこんばんは。って言ってくれてますね。ゆりりんさんありがとうござます。そう、みんなね。結構今来てる方も才能がある方多くて、えー、あばれ、えー、ちゃんも来てくれた。バいちゃん。 すごあはんたいありがとうバリちゃん忙しいのに来てくれてみのみのさんはねすごい元気な声あなんていうのかな声優の声みたいなへえ<ー>歌もうまいしねアニソンとかめちゃくちゃうまくてゆりにさんはねピアノの才能がめちゃくちゃあるんだよねでこまちゃんも歌でしょ声も可愛いでしバリちゃんも絵うまいしねあバイクさんも来てくれたバイクさんこんばんはありがとう来てくれてあ,<ー>あマリアも来てくれたマリアキートースフィンランドの方ですね あこれこれマリアが作ってくれて送ってくれたやつねこれねありがとういいマリア <laughs> あそうバイクさんあの花屋の会を結成するか今日決断しようと思ってはい今仲間の花屋にね、えー、ちょっとお話を聞こうと思って配信してますはいああと草刈さんだ草刈さんこんばんはお疲れさですありがとうございます <laughs> 今日も皆さんたくさん来てくれてありがとうございます嬉しいね <laughs> いや早速じゃあ聞いていこうかなみんなにねゆりんさんが噛むのも才能ってそうゆりんさんいつもね配信する時噛んでばっかりいるんだよね <laughs> 1>, 1回平均大体56回は噛んでるっていうねあいいですねいい,いいです、ね、<laughs> 誰から聞こうかな会が必要かどうか会をやったらどういうことしたいかっていうのをうんうんうんまあ田中さんは最後だなはいありがとうございますそうだね <laughs> じゃあ,あ あんまり人少ない青色さんから聞いてみようかな。<え>はい会会はででしたいことですよね、うんうん、もうしたいことっていうか私がその救ってもらった側なので、うん、あの私も人,人っていうかその花屋さんで働いてる人で困ってる人助けるようなことがしたいです。うんうんあまあ、言える範囲ででいいんですけど はい、青色さんはどういうことで困ってたんですかね、はい、あのー、職場環境の悪さでは<ー>ちょっと<ー>、はい、人間関係もありますけどやっぱり<ー>キャリアアップができないっていうところから困ってたので,でなかなかね同じ花屋でいてもうん、うん、なんかその上を目指すっていうのは難しいところもあるので。うん はい、そういうところをなんかこうサポートできるようなことがあればいいなとは思います。うんなるほどね。あ、はい、で、花水木さんも来てくれた。花水木さんありがとう。来てくれてこんばんは。お花屋 <laughs> さん来てくれましたね。ありがとうございます。はい、もしあの皆さんご意見あればね、何でも言ってくださいね。遠慮なくコメントしてください。え、え、ねで、青色さんはお花屋さんって何か所ぐらい勤めたことあるんですか、はい、えっ、ー、とー、 普通のお花屋さん、普通の花というか、まあ、葬儀のお花屋さんと、あと葬儀屋さんで製菓部に勤めて、今またあのフューネラルにも戻ってきました。はははいいい。どの辺なんだろうね、そのスキルアップができない、うん、キャリアアップができないっていうのは。ああでも会社自体の問題なんですかね。考え方、社長の方針っていうことかな。 なんかちょっと技術が上がったら、うん、なんかそういう試験みたいなのがあって、うんね、給料が上がっていくとか、うん、そういうのがなかったのでああなるほどね。はい、これこの間も田中さんと話した時出たよね。昇給、はい、は社長の気分次第っていう、ねうん、<laughs> <laughs> なるほどね、はい、まあ確かに あのまあ、花の仕事多分今いるメンバーも好きでやってるから、うん、作るのに対して苦痛ではないんだけどもちろん楽しいんだけど、はいはい、やっぱり仕事だからね、うん、そうですね、うん、やっぱり、ま、労働環境もやっぱりいいに越したことはないし給料も高いに越したことはないしそうですねモチベーションがね頑張るのはさもちろん努力って必要だと思うから、うんはい、大事だと思うんだけど 頑張った先に何があるかのねってことだよね。そうですねわかるね。それはんかこうずっと馬車馬のように働かされて結局労働環境も変わるよくなるわけじゃないしステップアップしてねんかこう称号を得れるわけでもないし給料に反映するわけでもないし出世するわけでもないし要はその先の目標が。 なくなっちゃうっていうね。そうですね。ただただこなしていくような。はい。もうなんかね、悲しいですよねちょっと。楽しいけど悲しいみたいな。ああそうだね。そのふとね、忙しい時ってそういうこと考えないで働くから、そういう時はいいんだけど、ふとね仕事帰り歩いてる時に、俺何やってんだろうって思う時あるよね。はいありますね。あるよね。えこの先どうなっちゃうんだろうみたいなね。うん。 ね、年齢も重ねれば体力的に落ちてくるしううん、そうなんそなですよねこのまま同じパフォーマンスをあと何年続けれるんだろうとか考えちゃうよねうはい考えちゃいますね本当に。でまあ今回ね僕がねあの青色さんにこうお花屋さんを紹介したっていうね感じになってはい、まあ、それでね青色さんがすごいその助けてもらったっていう話だと思うんですけど。はい、うんはい どうですか新しい職場やっぱ全然違うもん全然違いますね声色変わったな全然違う全然違いますね本当に楽しいです毎日あ本ほんとやるやりがいが本当にあるな労働環境もいいんだそしたらはいめちゃくちゃいいですあ本当。はいでそのステップアップしていくような形もちゃんとある ありますね。ああなるほど。任されていることがあるので。はいはいはい。はい。いやそうなるとね目標が明確になるからいいよね。うん、はい。どこをどう頑張ればいいかっていうのがね、うん、あのしっかりわかるもんね。うんうん、はい。はい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 なるほどねありがとうございます。はいありがとうございます。またねコメントがね皆さんありがとうございますたくさん。<laughs> ね、えー、バイクさん花のことはよくわかりますがいや来てくれるだけでいいですよバイクさんコメントを言ってくれるだけでめっちゃ嬉しいありがとうございます。 青色さんが小さくて見えませんって書いてありますたね。ちょっと設定変えましょうかね。いやいや、次回から設定変えますんで、アイコンですからね。唯一女性のね、掃除のメンバーなんで。夜の女性を覗き見しようなんて、けしからないん。 えー、会というか、なんか違うのでもいいかと思いますが、なんて言っていいかわからないです、えー、グループもないし、ああ、なるほど、まあ、会じゃなくてもいいけどね、うんうん、うんうん、まあ、会が必要かなって思うのは、このまま行っても何も変わらないうん,うん、うん、から、やっぱ会が必要なのかなっていう話をね、うん、今してるんですね。まあね、名目上、今、会って言ってますけど、まあ、うん、いわゆるコミュニティですよね。ああそうだね、コミュニティだね。うん まあ、要はねあのー、知らない方も多いと思うんですけど花屋さんって地域密着なんでビジネス的にね、うんうん、だからこう自分の住んでる場所を出て仕事するってことがほぼないですよ <laughs> 一部のね大手の花屋さんで支店があるっていうところは別なんですけどなんであのー、コミュニケーションがね他の花屋さんとはほとんど取れない状態なんですよね。うんうん うん、なんでまあコミュニケーションコミュニティ作れば、まあ、いろいろ情報交換できて、まあ、もっと自分に合った花屋さんを見つけることもできるだろうし何か大きな仕事入った時に、まあ、協力してやっていけるんじゃないかなっていう、はい、考え方でやってますそしたら次菅原さん行ってみますかいはいはいそうですねと青色さん年と人似てますけど、うん、そのこの前その何でしょう まあ、花屋さんたちが、な、うん、まあ、でしょうね、自分,まあ、自分もそうでしたけど、うんそのね、この働く環境じゃないですけど、うん、そういった太田さんがやってくれたその仲介役じゃないですけど、と、うん、いうところを、まあ、各方面で、うん、例えばそうやって嫌になって辞めていってしまっているっていうのが、うんうまあ、もったいないと思うんですよね、結局ね。<laughs> まあ自分はそう独立してしまいましたけど、まあ、したかったのはあるんですけどね、うんうん、そもそもがあるんですけど、ただ、ここに行くつきまでに、その、職場の環境とか、<laughs> まあね、いろいろ、まあね、<laughs> ちょっと、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 はい、田中さん、どうぞ。 ちょっといやアイコンが変わったんで。青色さんのアイコンがでっかくなったんで、びっくりしただけ。すいません。急に変わってね、もう、あの可いいのがガンとでっかく来たんで、もう、菅原さんの話が入ってこないのよすいません。申し訳ない。すいません。いやいや、おもろい。いや、そう、まあね、菅原さんは労働環境なんだ。 そういったところを提供できる、そういった会というか、あってもいいのかな、なんでしょうね、ハローワークじゃないですけど、皆さんが、なんでしょうね、質問できる場所っていうことじゃないですけど、そういったところをやっていけたり、人助けっていうか、あとはそれこそ情報の共有だったりとか。 まあ、そういった今後の花屋業界のこととかもこう話し合える、うんうん、っていうことですかねとかまああとそ,、ねまあ、その地方地方で、まあ、大型祭壇入ったとか、まあ、そういったところでもた助け、まあ、結局人助けっていうか、まあうん、話にすればそうなってしまうんですけど、うん、そういった会話あっていいんじゃないかなっていうふうにはもちろんいやこれからそれこそ少子化になって。<laughs> 働き手がやっぱりいいなななくなるじゃないですかです、ね、やっぱりそういう意味でもその人ってすごい大事だし、うん、特に、まあ、花屋業界に限らず職人これってもうほんと1年2年で身につけれるものじゃないんでほ、うんと、ね、5年10年かけてやっとほんとに一枚なれるかなれないかっていうねそれまでにもすごいやめてく人多いでしょううんそうです、ねうん、だからその、うん、ねやっぱりできる人特にできる人ねあと努力 してくれる人を、まあ、将来的に本当に雇ってくれるような会社というか花屋というか、ね、安心してね本当に仕事に向き合っていけるような環境とかをやっぱり提供してくれてる花屋さんにやっぱりいい社員が集まればいいかなと思っててうんそれはね本当にね思いますねで菅原さんね独立されてどのぐらいでしたっけえともう来月で 1年ですねまだ1年なんですもんね。まだ1年なんで,す、ね、で忙しいんですもんね。<laughs> う,んうん。いやまあまあ何もないわけではないので。うんいやすごいよね、うん、だからね。すごいすごい。まあ多分、ね、今聞いてくれてる方々の中にも、まあ、お花屋さんでね独立したいなとか、うん、思ってる方って多分いると思うんですよ。うん、だけどどうやっていいかわかんない人多いと思うんですよ多分。なるほど。うん、菅原さんどうでしたその辺って。 そうですね自分もどうやっていいか分かんなかったですね。いや、そうでしょ。分かんなかったですね。相談する場所ってありましたあの、サローの渡辺さんに、ああ、はい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 、おさるメンバーのね、仲間のね、渡辺さんに、その、あの、DM で、どうやってやってるんですかっていうのを、一人で、無店舗型の花屋さんをしてるっていうことを、まああのインスタで見たので。 それで相談に乗ってもらったっていうのはありましたね。とからない,っていう,うん多分ねわ、ね、からなくて不安でできない人も多分中にはいるのかなと思ってで、ねうん、でちょうどねその裏話なんですけど田中さんがねサロの渡辺さんにそうやって自分で <laughs> 仕事をね始めた経緯とかっていうのは。 その絶対知りたい人っていると思いますよっていうのを田中さんがね、うん、提案してたんだよね実はねうーんそう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 だからそれをまあコンサルっていうかねそういう形でサービスとして提供するのもいいんじゃないみたいな感じの話を、うん、あのしたことがあっていややっぱそうだよねやり方わかんないようで分かんないですねうんうん、なんで逆に今度ねあのー、今聞いてくれて見てくれてる方々で独立考えてる方がいてどうしていいかわかんない方いたら 菅原さんに聞けばね。ねえそうだよね。ああ、なるほどね。ありがとうございます。田中さん、行きますか、としたら。かい。あ、僕、結構いっぱいあるんですけど。まず、やっぱ、海外で、やっぱ、やりたいんですよ。ああ、そこが一番だよね。あ、一番は、ここです。うん。なので、当面の、僕の中でのコンセプトは、やっぱ、海外に。うん。視点据えて、やりたいな。 っていうところですよね。うん。で、これがね、なんかどういうところで手応えをいただけたかっつったら、まあ、最近ちょっと、まあ、これは私事なのかどうなのかあれですけど、うん、まあ、この会の方で仕事を受けて、うん、僕がたまたま行ったんですよね。うん、で、その時に、その、その案件で、まあ、要はクライアントさんですよね、お客さんが言ってたことが、うん その人はもうそもそもアメリカで10年間ぐらいやられてたので、アメリカにも通じますっていうふうにおっしゃっていただいたんですよね。絵が持ってるスキルだったりとかは、うん、アメリカでも十分通用する素晴らしい技術ですっていうふうにおっしゃってあって、それだったらやっぱりその挑戦の価値はあるなっていうふうに感じたんですよね。 まあ本当近々の話よねそれね。めちゃめちゃ近々の話です。<laughs> こないだ。おとといとかの話なんですけど。<laughs> そうそうなんですよ。はい。ちょっとね。まあ、すごいタネタバレなんですけど。<laughs> 実はね実はその会をね新しく作るかどうかまだ確定してない段階で。うん、そう。実は回り回ってもう仕事が発生したんですよ実は。会にお願いしたいっていうお客さんがいらっしゃって。うん、あのー。でスケジュール的に行けたのが僕。 だったので、お伺いするっていう、うん、ね、実はもう案件発生しちゃったっていう感じで、すごいバッタバタで急ごしらいで行っちゃったんですけど、うん、まあ結果的にものすごく喜んでもらえて、うん、実は私はアメリカで仕事をしてましたと。うん、アメリカの方でも十分認めてもらえるような技術だと思うから、ぜひ海外でやってほしいと思うみたいなことをお声がけいただいたので、うん、それはぜひともじゃあやっぱりやってみたいなっていうふうに思う うん、そこでかなり手応えとしては感じましたよね。うん、実際にでね海外に行ってらっしゃった方からそういうリアクションをいただけたというのはすごい励みになりましたよね。いやー、うん、言われてみたいわ、本当に。そうですね。<laughs> うん、あと、まだまだ講習もやりたいし、あ活された講習会ね。うん、リクルートもやりたいし、マッチングもやりたいし。うん うん、なんかもう、もろもろやって、業界みんなが応援したくなるような会、集まり、コミュニティを作りたいなって思うんですよ。で、本当にやっぱ会社にできないようなことなので、だって会社ってその、その会社の利益を追求するのがやっぱ会社じゃないですか。うん。だけども、やっぱ、それは、 そのマッチングのことだったりとか、いろいろ、もろもろね、みんなでコミュニケーション取ろうよみたいな集まりっていうのは、会社じゃできないから、そういうところやっていって、業界がより盛り上がっていって、みんなが応援してもらえるような体制作りができたなっていうふうに思ってますね。まあ、一番いいのは、まあ、おさずまもそうなんだけど、上下関係ないんだよね。あそうですね。みんなフラットですよね。うん、フラットだね。ももちろんこの配信上ではどうして言えない 話っていうのはもちろんそれはあるんですけども、うんね、こういう名刺出せないとか、うん、あの会社名出せないとか、うん、まあもちろんそういうのもあるんですけども本当上下関係ないんでもう言いたいことみんな好き放題言えるんですよ、まあ、ただリスペクトは必要だよ、うん、リスペクトはある程度のねその人間関係ですごい大事なんですけどもそれ以外そこさえちゃんとクリアしてれば、まあ、誰が何言ってもいいしどんな発言してもいいっていうのがこの集まりなんで。うん 会社ってそういういいいわけにいかないでしょねえ自分より目上の人でさ立場が上の人が「いや俺これやりたいんこれやったらいいと思うんだよね」って言ったら何も考えてなかったら「そうですね」って言うよね。うんうん <laughs> そり言うでしょう。<laughs> どうが言ったことはもうね。<laughs> そうだよね入、はい、って言うしかないかなっていうね。はい、うでねよっぽどなんか自分の中でこだわりでもあればね言うのかもしれないけども大概みんな入って言うでしょう。 うん、うん、だそれってでも自分が本当にやりたいことじゃないから、うん、こうやらされてる感の方が強いでしょう。うん、それあそう、ね、菅原さんあたりどうなんだろうねその要は今自分でやってると、うん、自分でや,やってる感の方が強いわけじゃないですかでもやっぱりこう,う、ね、勤めてるときってこうやらされてる感じゃあったんですかやらされてる感しかなかった。まあ そうですね、何でしょうね。やっぱまあ、日々の仕事をこなすか、こなさなきゃいけないっていう感じですかね、<ー>やっぱね。そ何のためにやってるのかっていう目的を、要は考えないで、今目の前にあることっていう、まあれなってこね。そうですね、会社のためにはやってる、やってはいるんですけど。っていうのは、まあそれがダメなわけじゃないんだけどね、会社に貢献するかダメなことじゃないんだけど。そうそうそう まあそその先を考えちゃうよ、ね、そうですねこれを続けていったらどうなるかっていうのはね、うん、やっぱ年齢とともにだよね過ごすごさ何年ぐらいだっけ、ね、花,屋花屋はちょっとまあ20年ぐらいはやってはいますけど年々変わってくもんなのかな、うん、最初から途中からですかそのなんていうのかな将来的なことを考えたりして。 途中ですね、途中でああ途中、ああ、やっぱりそうなんだね。途中で一回考えますね。うん、おちょっと新しいメンバーが来たんで、招待します。お誰だ誰だそれで来るかわいい。それで来る、うん、た <laughs> 予備情報先にくれよ、それ。あ <laughs> <laughs> あ、つながった,かった。かわいい。<laughs> タネシさん、お疲れさまです。 ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。それで今日なんで青の色さんみたいに似顔絵というかアイコンにしたかったんですけど全然できなくてこれが一番自分に近いかなって。近くないですょ。近くない。面白いことは近いけど。かわいい。いやさ一応ねみんな自己紹介してるんですよ。 で、言える範囲でいいんですけど、谷さんも自己紹介の方お願いします。あ、はい、青森県で花屋をやってる谷一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ可愛い,いじゃないですか。こんな感じです。みんな年もバラバラなんですけど、みんなこんな感じです。もう自由。なるほど、ね。やっぱ途中からあれなんだね。 その将来的な不安っていうのは感じてきたんだね、菅田さんもね。そうですねん俺もそうだね。やっぱどう、田中さんとかどうなんだろうね。どうな,な,なんかそのビジョンが途中で変わったかみたいなところですかそうだね。うん、まあそこを語る上でで、すねやっぱそこも、僕はその太田さんが前やってあった回との出会いが大きかったんですけど。う めちゃくちゃ変わりました。ああ、めちゃくちゃ変わった。めちゃめちゃ変わりました。でもそれが何で変わったかって、やっぱりたくさんの人と会ってっていうところだったんですよね。ああ、こんな考え方もあるんだ。こういう技術もあるんだっていうのをやっぱり見る機会がそれまでなかったので、でもやっぱりお父さんと会うようになって、他の人とも。 ううようにななるじゃないですかその時に自分がどれだけ狭い視野の中でやってたのかっていうのはやっぱ改めて感じる瞬間がたくさんあったのでうん、うん、そうね、うん、だからそこも大きなねやっぱそのコミュニティの意義だと思うんですよね、うん、まあだからそうだね本当にそうだと思う、うん、俺も田中さんと出会って変わったところ多いからねやっぱりね だから、ビジョンがどん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 変わっていったんですよ。やりたいことも変わったし、業界の中で自分が果たせる役割がどういうものかっていうのを初めてこう考えるようになりましたよ、ね。それまでは自分が自分がっていう感じだったんですけど、かかかる分かる分かる、うん、それがね、なんかあんまりなくなって、うん、役に立ちたいなって、とにかく思うようには変わっていきましたよね。喜んでもらえたら嬉しいし、もう単純に。 うんそういう感じになっていきましたね。そうだよね。いや、うん、俺がまあ毎回毎回というかよく言ってることなんだけど、これ俺間違ってないと思うんだけど、やっぱり人って人に会って変わると思うんだよね。うん、うん、そうですよね。自分一人でうんやってても考えてても絶対変わらないと思うんですよ。だから良くも悪くも出会ったことない人と出会ってこう意見交換するとか話をすることで、やっぱりこう自分が正しいなと思うこともあれば。 あれもしかしたらこっちの考え方の方がいいのかなとか、まあ、いろんな刺激ってやっぱり人と出会うと受けるんでやっぱ人に会って人は成長するっていうのはね俺は間違ってないと思うんだよねうん、うん、今思えば本当に田中さんは本当に変わったよね <laughs> ありがとうございます変わったね <laughs> いや自分でも思います変わったなってうんそうだねなんかこれってその自分がたくさんの人と会ってみないとわかんない感覚なの、ね、うんうんうん あのできることであればやっぱ自分と同じように視野を広げて、うん、楽しいなって思ってもらえる人をもっとたくさん増やしたいというふうには思ってるんですよ。うん、ねまあ、そういう意味でもすごく意義のあることなのかなってやっぱ思ってるんですよねこういうコミュニティなんか作ろうみたいな動きがあるっていうのは。ううん、うんなるほどねちょっとコメントまた来てるんで読ませていただきます。<い> 花水木さん、新潟の花屋です。花屋さん、働く環境悪いですね。ああ、そうだよね。うん。バ、ね、イクさんが、給料とかが安いのでしょうか。うん、まあ、会社によるんですけど、やっぱり比較的安いよね。安いよね。えーえーまあ、もう、数字は低いですね。あの、一つ言えるのは、高くはないです。それだけは間違いなく言えますね。えー、そうね。間違いない、ね。うん。うん、えっと。 安いしうちは冬場温まる部屋ないですし、えー、真水しか出ません <laughs> きつあそう手荒れね手荒れもするのよ本当に荒れてますよ手ねっ講習やってくださいって花水ずきさんがぜひぜひ新潟ですからね全然いけますからねうん いや、なんなら、講習とか遊びに行きますよ、うん。あ、そうだね、<laughs> まずは遊びに行こうかな。<laughs> <laughs> なんであの、だ、誰かに D. M. ください。<laughs> そして、種さんなんかアザラシみたいな人が来ましたとか、アバター可愛いってめっちゃ評判だよ、これ。いや、可愛い,いですよね、これ。<laughs> い美味しいな俺の中ではタネイさんの顔が思い浮かんでるからなおさら面白いんだよ。これっ口口が開いてる時に開いてるんですかあそ,うですそう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 。え,ー、ううえタネイさん今こういう顔してるってことですかそうですそうです<顔>そうそう。メタバースの世界ってこういうなのよ。<laughs> 自分のアバターが自分が喋ったら動くんだよ、ね。タネイツさん ちょっとギャップあるなやっぱあるね <laughs> あっ、ね、<laughs> リーチさんリーチさんリーチさんお久しぶりですあれは中国のリーチさん,チさんまた電話しましょう, <laughs> う電話スタンだもドまで1ね,一回ね電話しましたあの電ぐらい意思疎通できなかったですけどね言葉の壁がねやっぱり、ね、言葉の壁がねうん そうそう今中国でもね生活サイダーすごい流行っててしかも技術の進化がすごい早いうん当にねすごいなと思うんですけどそう田主さん実はね今ねみんなで会でやりたいことについて話してたんですけど田主、はい、さんはどうですかうん、うん、会でやりたいこと大体皆さんがおっしゃってる通りのことがやりたいですね、うん、とやったんですねはいはいはい。あとなんか会 っていうよりかはコミュニティっていう部分で。あの、花屋じゃない人とも絡んでみたいですね。ああ、なるほど、ね。俺めちゃくちゃ大事っすよね。うん、そうだね。作、ね、業種の人と、あ,<ー>あとこれから花屋を始めたい人。とか、では花屋とちょっと関わりがある花屋じゃない人。うんうん、もしくはその聖火祭壇を、うん、あの魅力的に感じている人と絡んでみたいですね。うんうんうん インフルエンサーの人とか話してみたいですよねあそうだね、うん、確かにねリッジさんが中国に来てくださいって言ってるよ行きたいけど行きたいですよね <laughs> でえっ、ー、とバリちゃんが花屋 <laughs> ではないですがコミュニケーションとか上下関係ないフラットな環境は良いと思いますので会話大事だと思いますうん、うん、そうだね <laughs> バイクさんが本人かと思いましたって さん <laughs> あ,あ,ありがとうございます <laughs> <laughs> こんな人いたら会に入れないと思うな、多分ね、<laughs> <laughs> ジョージさんだジジョージさんこんばんこばはありがとうございます。来てそちらさっきね、また違う人も来てくれたんだよな。まだいるかな。何さんだったっけな。名前がちょっと今、おってますけども、ね。ありがとうございます。今日もたくさんの方来ていただいてい。めちゃくちゃ来てるな。ありがとうございます。 いやそうっすねだからやっぱりそのフラットにね何て言うのかな、うん、上下関係も関係なく本当になんか、まあ、まあ愚痴愚痴とはまたちょっと違うんだよね。愚痴のはけ口とかじゃなくってそういうなんか起こった問題に対して、ね、改善してるところもあるしそういうアイデアを持ってるところもあるしただあのやっぱり 会社で勤めるとやっぱり会社の社長の一存で決まってしまう部分が多くてうんそれに困ってるっていうやっぱり従業員の方は多いかなと思うんだよね、うん、どうしてもねトップダウンの構造になっちゃいますよね。うんうん、青色さんあたりは、うんはい、もうすごい 目から鱗的なもう本当にガラッと変わったんだと <laughs> したら今までとはガラッと変わりましてね本当に、えー、そうだね、うん、最初ね僕と田中さんと青色さんで、うん、オンラインの講習会をね、はいはい、やってまあその関係でつながったんですけども全然違うもんね今ねもう声の張りが違うねん <laughs> そんなにですか <laughs> 全然違う全然,全然違うよ。<laughs> 肌もそ,そうだね、うん、青色さんもね本当にねあの素直に何でも、うん、まあ僕たちグループラインがあってグループラインでお互いがこう今日こんなの作りましたとか、うん、まあ先日もあのタネさんがねあのスプレーね花に塗ってもいいスプレーね。 あ,あそうですね、まあ、はいあの話してくれてああいうのも勉強になるよねやっぱりね実際ねやってみようかなと思うけど、うん、外したくないしなって思うでしょ、うん、使ったことある人の話聞けたりすると、うんうん、特にあの青いスプレーね青ね青便利です、ね、青は便利です、ね、自然界に青って少ないんだよね花ね、うんうん、でその中であの切り花で青い花って本当に少なくて でも青の需要って結構あるよねいやもうあるんすよそれがねめちゃめちゃあるんすよねみんなこうね女性だったらピンクとか言うんだけど男性だったら青って言われちゃうんだよねうんうんうんでも仕入れれないよね青の花だけってねなかなか難しいですよねデルフィとかぐらいまともに使えるのデルフィぐらい うん、OK っつったらね、うん、真っ青なのそんぐらいじゃないですか、うん、今からだとスイートピーとかですかねああ<ー>、うん、スイートピーねでも水色のイメージしかないですけど<う>水色はねなんかあるよね青って本当にないよねないないですわ、ね、ちなみにちなみになんだけどあのタネさんの青いの使ってるじゃないですかはい あれでなんかお客さんからこれ縫ってんのみたいななんかクレームっぽいような感じっていうのは受けたことってあります一度だけですね。ああ、そうなんだ。意外と関係ないんだね。あんまりはい、あの、やっぱり身近で見ないので裁断を。うん<ー>。僕から見てグラデーションが綺麗であるとか、うんうん、そういった部分の方で表現の方法として青を使ってるだけなので、うん,うん。あんまり言われることはないですね。 ああそうなんだねこれ今聞いてくださってる皆さんにちょっと質問なんですけどこう例えば青色の、ね、お花をイメージして、まあ、お祝いの花でもお供えの花でもいいんですけど、まあ、作ってほしいなと思った時にあのスプレーでねあの花にあの全然影響を受けないいいスプレーがあるんですけどもその青色であの成果サイダーに施工で使ったりということもあるんですよ実は。 それに対して拒否感ってありますかね、皆さんね。もしよかったらご意見入れていただければ助かります。気になりますね。いや気になるよね。僕は基本嫌いなんですよ。僕わかる。めっちゃわかるし。も基本的にこう自然、自然をなるべく使いたいのがあって、あのまあ僕は邪道だと思ってたんですけど、嫌いというかなんかいいのかなああそうだね、そうだね、そうだね。大丈夫だなっていう感じ。そうだね。 なんでうーんなんなかでもなんか使ってる人の話聞いたらすごい喜んでもらえたって言うしうで実際こうできたものを見るといいよねやっぱ青ってね。<laughs> うんあ全くないんだバレちゃん全くない。あでみおさんも来てくれたみおさんありがとう来てくれて。みっさんこんばんは。あそう田中さんみおさん知ってるね。うん えー、情報共有と、えー、勉強会から始める感じですかねあそうね会ねうん勉強会もやろうかなと思ってますねやるなら会をやるならねうんすごいねみんなね青難しい、えー、紫になりますよねリンとかトルコ気球あさすがみ桜さんそうリンとかねリンの青はちょっと暗いしねうん、えー、ちょっとねそうなんだよねそうトルコ企業も 青っていうよりは紫だもんねやっぱり、ね、紫ですね紫だもんねあこ<ー>まちゃんも青い花見たことない、うん、あっ花水木さんが花束やアレンジはナチュラル傾向があるので抵抗ありますそうだよね確かに祭壇だったらいけるのかなあ聖火祭壇なら別かりにくいかも、うん、うん、まあ僕<の>花束でも青入れますよまあ本当 この、やっぱ個人さんが好きだった色とか、うん、思い出のある方を優先してしまうので、漁師、うん、の方だったとか、うんうん、であれば、対談が波になって、うん、で、それに合わせて花束作ってくださいって言われたら、うん、やっぱ青とか水色、かすみ草とか青くしたりして、入れますね。うん。あり僕は気にしないですね。あ、えっ、ー、と、草刈さんからですね。草刈さん、葬儀屋さんなんで。 えー、インパクトは強いと思いますが個人的には自然な色合いが好きですああなるほどね、まあ、インパクトはあるよねやっぱねうんあ人工的な青い花はあるけれどみのみのさんあの吸わせてね青い液体を吸わせて青に見せてる、まあ、カーネーションだとかあるよねうん、うん、あリーチさんが早すぎて理解できない「ごめん」って書いて「いいよリチさん <laughs> リーチさんありがとう」<laughs> うん、昔北海道行った時にラベンダー畑とか見た時に青とかあればいいのになと思ったことはありますあーバイクさん,ん確かにねいや青い花青いバラも難しいからしばらくねできなかったよね青いバラってねうん今でもなんかね青いバラっていうよりは吸わせてる色吸わせてるバラの方が出てる感じするよねあそうですねうんそうだねバイクさんいろんなとこ行ってんの本当に。 なるほどねまあそういったコミュニケーションね取れるのもやっぱり会ならではなのかなと思うんですけどね。うーんどうだろうね。でねそうちょっと話あれなんですけど僕がこの間ね僕と田中さんで YouTube でねその話ねさせていただいたんですけども結構やっぱり今まで以上にすごい反響があって。 あの本当に次回どうしようかなっていうのをね、まあ、やめてもいいかなと僕は正直思ってたんですよそのやらなくてもいいかなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、ちょっと、あのー、思った以上に、ね、反響があってあの、まあ、連絡 DM くれた方もいるんですけども、まあ、それでちょっと一部ね、うん、ちょっと読ませていただきたいなと思ったんですけどもでこれ前に。 僕と田中さんで講習会、まあ、田中さんが講師としていて僕はサポートとして、あのー、行った仕事なんですけども、えー、読ませていただきます、はいえー、私は太田さんに助けていただき勇気をもらい、えー、田中さんにもこんなできない私に丁寧に教えていただき本当に感謝しかありません。えー、祭壇を指すときはいつも田中さんがここはこうって言ってたと毎回出てきます。 自信持って刺した方がいいって太田さんが言って、えー、<laughs> くれたことも、えー、お守りですなので、えー、会立ち上げていただきたいしまた入りたいしまた講習会をしていただきたいしあったら行きたいです、えー、社長も珍しく YouTube 最後まで見て同じことを言ってますえー、ありがとうございます <laughs>、えーうん、小さいけれど何かあったらスタッフぐらいしかできないけどお手伝いぐらいはいけます役に立てることは小さいかもですがしたいです うんあと日本大会ではなく世界大会見たいって思っちゃいました聖火祭壇の全国大会の話だね <laughs> うんね協力してくれると本当になに何かこういうね <laughs>、えー、DM も頂い,いてます本当やってよかったな思い出したよね田中さんねうんうん恥<う>かしいですねそうだねあれが本当に今でもねあのねもちろん安い額じゃないからねおっと うん、<laughs> ごめんね <laughs> 電話が <laughs> そう。それなりにねやっぱ講習会を、ね、一つの花屋さんでやるってなると結構な金額にはなるんですけども、うんうん、僕たちもねやっぱりそこは大丈夫かなって不安な部分ももちろんあったしそれだけのものを提供できるかどうかっていうのも、うん、やっぱり不安だったから準備もね、あのー、講習やる前からズームでね少し下準備をしたりだとか。 まあそういったこともしてたんですけども、うんうん、まこうね数年経ってもこうやって言ってくれる方がいるってことは、いや本当になんかこうなんていうのかな商売以上に本当に嬉しいなやってて良かったなって思うよね。えー、嬉しいですね。うん。うん、でこういう経験をなんかもっとみんなにもしてもらいたいなと思ってるからうん、うん、あの会がね必要なのかなって思ってるんですよね実はね。 うんさっきの話で、えー「朝顔の青が一番青っぽい」あ確かにねああそうね結構深い青ですもんね朝顔の青うん,うんえっと紫の花が好きなので紫の海とかできるんですかあできるね、うん、できると思いますよあの波の表現を間に紫うん、うん、全然できると思います田中さんあたり得意そうだな 紫好きですよね。グラデーションかけてね。大好きです。あおいるさんのね。これグラデーションのあ結構細かい作業よね。はい。細かい。時間かかるです。はい。楽しいですねでも。あまあ出来上がった時のね。あれ離れてみたら感動するよね、本当で。感動します。うまくいった時。はい。うん。なるほどね。なんでまあそういったことも考えて。 まあどうしようかなってすごい思ってるんですけどやりますか新しい会納得なんでねやっぱりリアクションとかもありますしな、うんせそのさっきも出たその1案件目の案件が、うん、お父さんと僕で前回2人で生配信して23、うん、日後だったんですよね。 なんすよね、もうそこに会に何かまた連絡いただけるようなタイミングもあったんで、うん、やっぱその瞬間からもうやった方がいいんじゃないかなと思ってたんですよねうんそうだねまあ現実的にもう依頼が来てるからね <laughs> うんうんそうそうなんですよ <laughs>、うんね、あれを多分 <laughs> 多分個人でやってて田中さんだけが受けたとか俺だけが受けた状態だったらちょっと不安でできないかもね うん、ちょっと相談もしたかったしね僕もそうだよねうんかなり不安はあったんで菅原さんとかも今一人でねやってておっきい仕事ドカンとか来たら結構ビビるでしょそうですねそうですねそ、ね、の時頼もうと思いますもんね結局ねそうだよねそう,、うん、そうですねうんねそういうのを考えるとやっぱりうん作った方がいいかなと やりますか。そうですね。いいですね。やりましょう。やりましょう。ね。ここにいるメンバーがやってくれるんであれば、協力してくれるんであれば、やる。やります。はい、皆さん新しい会結成します。ねえ。わかった。はい。社会貢献します。みんなのために。ね、花屋の労働環境悪いのありますけども、よくしていくように。これね、あの労働環境変えるのも。 会社社がが悪いとか社長が悪いいととかか長そういいう話じゃないんだよそうなんですよ、うんうん、ねだからこれは別にその例えば労働基準局に訴えればいいだろうとかそういう話じゃない、うん、自然な形でみんなが納得いく形で少しずつ変えていければいいと思うんでもっと根本的なことですよ、ね、そう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 、うん、言ってみれば悪い環境でずっと働いてる従業員がいるから社長もこのままでいいと思ってるのかもしれない実は辞められて初めてね あ労働環境のことについて調べてあこのままじゃダメだなって思う社長もやっぱりいるわけで、うん、そういうのとやっぱ自分が違うって気づかないかぎりはだからその訴えるとか訴えないとかそういうんじゃなくって本当自然な形で、あのー、いい方向に業界が向いていければいいなと思うしで前の時と一緒ですけどもやっぱり困ってる花屋を助けたいっていうのがねあるよね。 うん、そして。ね、あの、あびるさんも言ってくれたように、その目標。を、はいうん、持って働くっていうのが、やっぱり。あの、高いモチベーションにつながるんだなっていうのもわかるんで。はい。やっぱ世界だよね、田中さんね。世界は行きたいですね。うん<ー>、ね、世界目指して、最終地点は世界に広げるっていうところで。ポイ、うんね、ントでもいい、ね。さん<ん>中国来てよっていう。あそうそう、リーチさんね、中国ね行く、中国、田中さん。 ありです。あり <laughs> だよね。ややはり全然あり。うん。うん、もうね、やってるの分かってるしね。うん。そうそう。さっき、それこそリーチさんが、うん。ことで書いてたんですけど、中国では日本の講習会が盛んに行われていますっていうふうにおっってあったんですけど、うん、そう。それもね、やっぱ知ってるんですよ、僕ら。うん,う,んう,んうん。うん。だから、まあ、むしろ、そこじゃないとこに行きたいなとは思ってたんですけど、はい。まあ全然、ね、うん、はい。行きたいのは行きたいですもんね。うん。 うん、行きたいよね。行くときリツさんいます。ね。うん。いいね、案内してください。いやで個人的にね僕はその青色さんの成長がすごいなと思ってて。ありがとうございます。このね一年ぐらい？はい一年半ぐらい。です一年半ぐらいですね出会ったからね。はい、はいはい、すごい勢いで成長してるよね。<laughs> ありがとうございます。田中さん感じるでしょう。 いやいやいや、びっくりしてます。ね、<laughs> 僕が一番びっくりしてます。<laughs> <laughs> まあ、教えたの田中さんだけどね。ポテンシャルがすごかったですね。だから、あのー、本当にそういう刺激って、俺らも受けるんだよ。はいうん うん、なんか若手がさ一生懸命やって結果出していくとあ俺らもこの人たちと一緒にやりたいと思うし、うんうん、この人たちがもっともっとこう成長するだけの何かこう道を作っていかなきゃなんないっていう風に思ってかやっぱ誰かがね先陣切って世界目指そうよって言わなきゃ思わないよね。 やりますか。皆さん拍手ありがとうございます。<laughs> めっちゃ楽しみです。ありがとう。<ー>バリちゃんありがとう。<laughs> <laughs> あ、バイクさんは花と関係ないけど転職考えたらいやそうだよね。うん、本当に花屋以外でもね労働環境やっぱり変えなきゃなんないなって思ってる方もやっぱりいて今は本当に難しい時代だと思いますけどね。うんそれこそバリちゃんもね転職考えてるっていう話で。 うんまあ福祉関係の仕事してんだけどねバリちゃんはね、うんうん、やっぱり大変な仕事でまあそれもやっぱりね,ね労働環境に関してもいいところもあればよくないところもあるっていう話で、うんうん、花屋だけの問題じゃないからね、うん、からこのね花屋の会がもしうまくいけばそれに倣って他の業界でもそういう動きが出てくるかもしれないしね、うんうん、僕自身はあの本当に職人っていう世界 で他にもあるじゃないですかなんか職人はやっぱ大事にしたいかなって思うんですよね、うん、職人ってやっぱりあんま喋れ,れないじゃないですか喋れないですよ、ね、表現ってできないよねうん。な、うんで、うん、俺のすべてだみたいな感じですよねあ <laughs>、そう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 そそうう。だ、うん、からそれのなを見ろみたいな感じですよね、うん、どうしてもこうねそれだけじゃ足りない部分宣伝できない部分ってねやっぱ結構あるわけで、うん そういうところをね、みんなで力を合わせて、やっていければ、まあ、業界全体、本当にもっと認知も上がるだろうし。ね、いいことになっていくんじゃないかなと思ってます。はい。お、バイクさんが花も転職の一つに考えてみます。お、ぜひ。<ー>ぜひやりましょう,う。もうちょっと待ってください。花 <laughs> もうちょっと関係良くなってからね。そうですね。じゃあ、やりますか。新しい会を。 いいですね。でうそう。皆さんにちょっとお願いがあります。まえっと新しい会の名前、皆さん名前考えてください。<laughs> 花屋の会聖火祭壇業界のね。花屋葬儀屋さんが集まる会の名前。うん、それでまあ、ポイントとなるのは、やっぱ聖火祭壇自体が日本発祥っていうことと、うん、まあ最終的にはこう。海外に。 発信してていいいいきたいっていうね、うん、はいのがあるんですけどもまあそれにこうなんか携わってるというかねそういういい名前もしあれば是非ライブ終わった後でも全然いいんで DM でも全然コメントでも全然いいんですけどもアイディアあれば是非皆さん入れていただければ助かります。 なんかあれですね。あの動物園がパンダの名前募集する的なん。そうそう。いやだってさ。今日もそうだけど、本当にみんなたくさんの方が来てくれて、本当にね。チャットも入れてくれて、なんか俺らだけじゃなくてさ。みんなで作っていきたいよね。うん,う,んうん、うん、うん、そのね、あの交流ね。その種さんも言ってくれた。その業界外の人の話も聞いてみたいよね。これめちゃくちゃいいですよね。うん。 お呼びして、お話ししてもらって、みたいな感じ。めちゃくちゃ面白いです。そう,そうそうそう。あ、実はね、うん、あの、ちょうど昨日なんだけど、みおさんがラジオトークで、その茶道をやってるんで、みお、うん、さんね。うんうんうん。茶道についての話とかをラジオトークでしてたのよ。うん,うんうん。あ、そういう礼儀作法ねみたいな。うん、ああ、いいですね,いいですねあ。わびさび。これ、わびさびとかも、やっぱこう営業とか接客業の中で、やっぱ必要だったりもするから。うん。 あそういうのをこう転換して花屋に行かせればまたちょっと違う角度で勉強になるなと思ってうんああネバーギブアップいいね <laughs> かっこいいなかっ,こいいっ、ね、かっこいいですねバイクさんありがとうございます検討します <laughs> 検討しますいいねそうあとなんかちょっと花を入れたいのもあるよねああそうっすねなんか何やってるか分かる方がいいかもしれないですね名前でね <laughs> だからなんかサブタイトル的なのあってもいいしね ううんうん、うんうん、もし皆さんぜひあと名前が決まったら今度デザインも皆さんにお願いします <laughs> <laughs> デザインできる人なかなかいないんじゃないですかそうだ、ね、いやでもね意外とね俺の周りいるのよデザインできる人へえ<ー>ねバリちゃんデザイン描けるしコマちゃんもねコマちゃんもデザイン描けるしそう意外とねい,いるんだよねみんな結構才能あふれてる人多いんだよね ちょっと待ってね、ライブやってますからね、今ね。うん、ストレートに言うならフラワー、フラワーズワールドジャパン。あ、かっこいい。おお、かっこいい。わかりやすいね。あ、わかりやすい。わかりやすいね。いいですね、これ。これいいです。いいね。フラワーズワールドジャパン。入れたいね。うん。おお。いいよ。世界を知ってる感が。そう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 。ね。いいよね。すごい。 かっこいい世界背負っていかなきゃダメだからね。はい、めちゃめちゃいいね。ありがとうございます。フラワーネクストジャパン。o か <laughs>、<laughs> <laughs> 俺らで大丈夫かなって思っちゃうとこあるけど。甘 <laughs> い <laughs> 負,負けするよけ、ね。<laughs> 頑張んなきゃダメだ、ね、俺らで <laughs>、はいあ。あと、あれですね。新しい会結成するのは今決めたんで。 やります、うん、そして、うん、名前をね今皆さんに、えー、考えてもらいたいなと思ってるんですけどもあとあの会に入りたい方入っていただける方なんか協力したいねコミュニケーション取りたいそういったお花屋さんとか葬儀者の方いればぜひ声かけてくださいあのコメントでもいいですしあの SNS 各、ねえー、X だったり Instagram だったり、えー、Facebook だったりあのそこから僕のあのところに DM いただければ。 はいあのお返ししますのでぜひ遠慮なく言ってください本当に上下関係こんな関係ないですよ本当にこんな感じですみんな <laughs> うんねみんな違うねそれぞれね個性ね、うん、俺は一番タネさんが個性あんなと思うんだけどねやばい <laughs> <laughs> 今日これ持ってきたんずるいよね。<laughs> うん、これずるいよね。<laughs> 絶対狙ってるでしょ、それそう絶対狙ってる。<laughs> パーカー着てたんで。<laughs> それパーカー着てるから、アバターもそれなんですかあ、そうんいやアバターがパーカー着てたんで。ああですよ、ね、なるほど。 もしかして今日遅れた理由ってこれ探してたからじゃないよね <laughs> それもあります。<laughs> <laughs> これ探す,探すの23分かかってるいやそれこそね、種石さんはあのー、自分のね、お花屋さんでそのある程度高い位置のポジションにいる方なんですけど若い人が多いんだよね、種石さんところはね。そうですね、多いですね。 これ結構ねうんやっぱりなんか結構30代40代以上の花屋さんが結構多いみたいよね生活祭壇協会はねうん、うん、その中で20代獲得できるっていうのはこういうことなんだね大事なのはね <laughs> <laughs> そうかもしれませんよ <laughs> <laughs> そうだね あれ菅原さん静止画ですかって来てるけどむしろいいですんいいですねよしじゃあ頑張りますか皆さんはい頑張りましょうはいなんであの皆さんもしやってほしいこととかねこういうふうにやったらいいんじゃないとかそういうアイデアでもいいですあのぜひ何でも言ってください本当に僕たちだけじゃもうね全然思いつかないこともいっぱいあるし ね、他の業界に当たり前にあって僕たちの業界にないっていうものもたくさんあると思うんで、うん、もうぜひどういうご意見でもいいので入れていただければ助かりますよろしくお願いしますそして会の名前とあと,あと会に入りたい方はもしいらっしゃいましたら、うん、ぜひ、えー、僕の方にご連絡の方よろしくお願いいたしますただ今日はこの辺でちょうど1時間ぐらいだね、はい、あとなんか皆さん言いたりないことありますか喋 <laughs> り足りたいことありますか,なんかアピールしたいことありますか 花花水月さん、うん、D D M ください。あ、花水月さんね。花水月さんはね、これもうインスタで繋がってます。あ,<ー> <DM> あ、そうなんですね。はい。花水月さんも。お父さんに。あの D M、うん、あのいただいてます。ありがとうございます。本当に <laughs> 温かいお言葉ありがとうございます。温かいお言葉でした、ねうん。前回の動画見てあのライブ見て D M いただいてるんですよね。 あ、そうなんです、ね、そうそうそうそ,うその前からね繋がってはいたんだけど<ー>うんそう私行くって言ったら本当に行きますんであそうそう本当に本当に行きますようん。<laughs> いいんですかいいんですか行くと行ったとこには本当に行きますんでうん本気でねじゃなかったら仙台でオフ会やんないしね俺らねあそう <laughs>、うん、<laughs> みんな忙しいのに集まってるって <laughs> そして次の日山形四人で行くってすごいよね しかも到着した瞬間、菅原さん、仕事されて帰ってくるっていうね。すみません。全然ね、謝ることじゃないけど。ねうわ大変って思っちゃいましたね。大変だよね。だってあれ、昼過ぎだよね。昼過ぎについて、山形について、菅原さん、1分ぐらいでかりましたね。そうだよね。電話来て、今日の夕方までに届けてくれだったっけ ってとんぼ返りで帰ってって。それでもこう会いたいって思う気持ちだったり会ってね交流することだったりっていうのはやっぱり本当に大事だなと思うんでキャンセルもありだからね行こうと思ったけど行けなかったもそれもありだしそれでいちいち俺ら言わないしねただその仕事が絡んでる時だけあのちゃんとしてくれればいいかなとは思うんで。うんうん うんそうだねあと皆様もし何かあれば入れてくださいもう少しで終了したいと思います、うん、お茶お茶花というのもあるええー、あサウの話ねん<ー>うんうんうんみよさんねそれは教えてもらわないといけないですね、うん、お茶花花水木さんが田中さんの講習動画を見て勉強しました <laughs> <laughs> ありがとうございますありがとうございます本当にありがとうございます嬉しいね いや嬉しいですね、うん。まあそうだよね結局は俺と田中さんの関係だって会がなかったらなかったんだからねうんうんうんそうですねうんほんとねあとはないかなそしたらはいじゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうか1時間ジャスト 1>, 1時間ジャストですねはい、うん、皆さん本当にありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。した見てくれた方々本当にチャットもたくさんありがとうございます。またあの随時ね、うん、報告ライブやりたいと思います。次はあの名前が多分決まると思いますんで、皆さんご意見の方ねぜひぜひ入れてください。よろしくお願いいたします。ね、はい、えっ、ー、とそれではいいねチャットも OK だね。OK だね。はいそれではこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。